二度と言うと大した数字じゃないじゃんってみんな言います。この違いはアイスクリームとアイスが溶けてできたドロドロの水たまりのようなもの、それから5度から6度という今と氷河期との違いと同じです。小さいですが地球全体で平均すると大きな違いになります。北極圏は他の地域と比べ気温上昇がより大きく氷が急速に溶けています。そのため温度上昇2度までという制限が設定されました。これ以上の気温上昇は危険という意味で1970年代に提唱され始めました。だからといって 2.1 度上がったらこの世が終わるという意味ではありません。2度は地球全体として弾き出した数字で目標ということ、ある科学者から政治家を相手にするときはシンプルにと言われたことがあります。だから2度という目標が決められました。シンプルで分かりやすい上に何といっても実現可能だからです。